けちゃう。さすが先生、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。急に。いやー、今年も活躍期待してますから。ありがとうございます。はい。なんか皆さんに一言ありますか。はい。今年こそは J2 に昇格できるように頑張ります。はい。はい、ありがとうございます。硬、はい、いなって言われてる、その後ろにですね。すいません、ちょっと横失礼しますね。すいません、すいません。あらー、リタ選手、明けましておめでとうございます。あ、どうも、明けましておめでとうございます。ロメロ選手を。ありがとうございます。この2人のコンビからね、あの昨年ゴールもたくさん生まれましたから、ゴールデンコンビということで。違いました。すいません、なんか。今年もたくさん決めれるように頑張ります。はい、よろしくお願いします。ロメさんは今年の抱負ありますか、一発目。そうですね、やっぱ、たくさんのゴール取れるように、あと有田にアシストできるように。ああ、いいですね。頑張りたいと思います。ありがとうございます。前は頑張っていくんで。頑張ります。よろしくお願いします。頑張ります。やっぱちょっとマスクしてると顔生きないですね。あんまり。本当ですか、すいません、はい、頑張ります。いやいやいや、はしかみ、頑張ります。はしかみ、ありがとうございます。今年初ボケ。さあ、その横にほら渋選手、あげましておめでとうございます。ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、鹿児島にもね、在籍してくれた内園弘隆選手と一緒にプレーしましたけど、はい、どんな活躍を今年見せてくれますか。まあ、J2 昇格できるように持ってる力を存分に発揮します。ありがとうございます。よろしくお願いします。チーム選手でした。ありがとうございます。失礼します。さあ、この後ろ、あら、サイコさんのとこ結構取ったもんね。あ、さっきは全部使わないです。使わないです。はい、こっち使います。使え。ゴリラさん、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。そうです、そうです。ファンサポーターの皆さん、多分これ結構見てると思うんで、何かこうインパクトある一言お願いします。一緒に頑張ろうぜ。ウイウイ、うわ、すごいすごい、すごい、ありがとうございます。さあ、その横、あ、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。一人だ。今年の抱負何かありますか。今年の抱負なければないで大丈夫ですよ。個人の抱負でいいです。去年の結果上回れるように頑張ります。あ、ありがとうございます。具体的には、具体的に得点、アシスト取れるように頑張ります。頑張ってください。ありがとうございます。すいません。去年ね、なかなか殻を破れなかった福田美希人選手。殻破れなかった。あ、来ました。ございます。殻破れました、去年。破れてないです。うわ、すごいすごいすごい。キレが増してますね、今年。破れてない。キレが増してる。キレ増してるですね。すごいすごいすごい。もっとできる、もっとできる、もっとできる。よろしくお願いします。はい、任せてください。いや、すごいな。ありがとうございます。ありがとうございます。キレすごかったですね、今。いやいや、もうプレーでも、こっちでも、キレキレで、キレキレで。ありがとうございます。期待できる、期待できる。ありがとうございます。星選手、キレは大丈夫ですか。大丈夫です。あ、すいません。ありがとうございます。今やったらちょっとびっくりしましたけど、安心しました。この人は、はい、明けましておめでとうございます。今年もすいません、忙しいところ。今年の抱負何かあれば。今年の抱負は、はい、怪我なくコンディションを保てる1年にしたいと思います。いやね、だから23、今年翔成君の年ですから。そうっすね、23年なんで23番年にします。はい、頑張ってください。ありがとうございます。はい、こことの温度差すごい、温度差が、はい、まあまあこれがいいんじゃないかな。すいません、ありがとうございました。そして花戸選手、はい、すごかったですね、去年の YS 横浜戦。 あれが確かに自転車探し、あ、自転車自転車なくなったんですか。自転車なくなったんで心傷ついてるんで、あ、返してください。わかりました。以上です。もし、はい、ハルト選手の自転車知ってる方は、あ、もしくは確かにくれる方も募集してる。うちに1台ありますので、はい、持ってきます。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。明けましておめでとうございます。去年もね、数試合試合に出て、はい、その力をちょっとサポーターにも見せましたけど、今年の抱負はありますか。まあ、チームの勝利に貢献してキュンデスを広めたいと思います。あー、キュンデスを広めたいと。あれ、キュンデス去年やってる選手誰かいませんでしたっけ。マジでやってる、マジでやってる。でしたよね。マジでやってないです。いやいや、めっちゃキレある。
じゃあもうえってもう尺長いっす、尺が。ロベニーが切れてる。いや、ありがとうございます。フランクさんにお返しします。ジュンキさんだったわ。やってねえよ。ジュンキさんが。あいつ何もやってないでしょ。さっきとコメント取ってないでしょ。最後だよ、最後。最後、大鳥だから。大鳥。大鳥で。大鳥。あとは、木村選手、お疲れ様です。お疲れ様です。まあ、あの、今年どうですか、どんなシーズンにしたいですか。健康第一で。健康第一、はい、素晴らしい。あのチームの中心、精神的支柱としても頑張ってください。はい、頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。シティボーイ木村選手でした。東京出身ですからね。あ、鈴木選手もう多分あの去年は白坂選手があの人気ランキング1位でしたけど、僕の予想ではもう鈴木選手じゃないかなと。この前マスクにこの笑顔やめてください。あのイケメン推しメンランキングっていうのがあるんで、うちはぜひ1位目指して頑張ってください。頑張ります。ファンサーボタンちょっと一言ありますか。頑張ります。ありがとうございます。はい、こんにちは。こんにちは。自己紹介お願いします。名前分かってへんよ絶対。バカお前、分かってるわ。あえて言ってもらわないと覚えてもらえないから。川辺俊太郎です。よろしくお願いします。川辺俊太郎選手もうスピードスターですから、もうこの横にいる彼との戦いになるんじゃないかなと思いながら。目標なんてありますか、個人の。あ、もう絶対 J2 行きたいです。わ、個人の目標がもうチームの目標と一緒と。はい、素晴らしいな。ありがとうございます。お、スーパーイケメンが。いやいや、そんなことないです。去年パルセロでゴールを守って、はい、リアジェットともね試合しましたけれども、はい、鹿児島の印象ってどうでしたか。あのチームの印象ですか。はい、いやもうすごい攻撃的で点もめっちゃ取れるイメージです、うん。ありがとうございます。じゃあファンサポーターに俺のここを見ろって何かありますか。全部見てください。全部見てください、はい、ね、確かに甘いマスクもあるし高身長だし。じゃあ頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。さあ米澤選手、今年の抱負は。怪我を治す。まあ私は切実ですね。まあ確かに、まあ、今は充電期間ということで、はい、しっかり治して頑張ってください。多分カットしますけど。じゃあ聞くな。小林さん、お疲れ様です。お疲れ様です。どうですか、こう鹿児島入ってまだ間もないですけど、はい、鹿児島の印象っていうのは。いや、いいとこですね。いいとこ、はい、特に何がいいですか、具体的には。小林さん、お願いします。いや、海。あ、海。はい、海。あ、全体的にまあいいです。あ、自然が綺麗だと。綺麗ですね。あとはやっぱりコロナも若干こう落ち着いてきたんで、人との触れ合いっていうのが増えてきたら、鹿児島の人あったかいんで。はい、もう感じてます。感じてますか。はい、よかった、ありがとうございます。じゃあ自分のちょっとアピールポイント、俺はこんなプレーするぞっていうのがあれば、なんかこう一言いいですか。全部ですね。全部ですね、はい、はい、頑張ります。あれ、鈴木選手と仲良しなんですか。まあ、どっかで一緒にやってたとか。いやいや、全然普通に、はい、木村選手が笑いましたけど。同い年です。あ、同い年。3人今。え、レイも一緒。一緒。25?6?7 今年7。27か、まだまだこれからですね。ベテラン。中堅だね。中堅。ベテランだよね。木村さんに失礼になるかも。大ベテラン。大ベテラン。そうだね。またよろしくお願いします。すいません、はい、ありがとうございます。あら、武くんが。武くん、お疲れ様です。お疲れ様です。去年もあのライブ配信のアカデミーコーナーで武聖也を知らない人はいないぐらいの、ね、あの活躍を見せてくれましたけど、今年、まあ、ルーキーイヤーですけど、どんな活躍したいですか。もう鹿児島のために点を取りまくりたいと思います。いやー、いいですね。フォワードもあの競争激しいし、いい先輩がいると思うんで、負けじと頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあもう一通り、あ、ありがとうございます。宮田君、今年の抱負は何かありますか。目標、個人の。去年試合で出れなかったんで、今年は試合に出て
チームを勝利に導きたいと思います。いや頑張ってください。頑張ります。キーパーちょっとイケメン増えたので。そうですね、はい、去年もです。いや確かに大西選手、白坂選手失礼になりますね。そうですね、はい、頑張ってください。頑張ります。あの2人の魂もちょっと引き継ぎながら、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。クールガイガー、今年の目標ありますか？明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今年はボランチで出たいですね。あ、さっき、ね、自己紹介でも言ってましたけど、ボランチの渡辺英介ですもんね。期待しますんで、頑張ってください。彼女欲しいんで。彼女欲しいんで。募集。ぜひ、はい、はい、募集中ということなんでよろしくお願いします。さあ最後大鳥ですね。自分で。はい、言ってましたから。来るのかよ。言ってよ。いやー、今年もよろしくお願いします。すごいすごいすごい。もうゴリオ選手がいないからね、フォローができないんですけど、有田選手もいないから、ありがとうございました。すいません、ありがとうございます。じゃあね、じゃあね、じゃあね。